これ、願いを叶えるペンダントだよ。できたよ。逃げるとこも見たいの。わかる。
何が言いたいわけ？呪いの首飾りバカみたいにぶら下げてるから、面白いな。飛田さん、翔子さん、どうしたの？どうしたの？喧嘩だよ。喧嘩はダメだよ。いらっしゃいませ。あ、正午ね。こんなにお客は入ってるけど、正午の言ってる誰って誰？どの子？気が多いんだね。そうか。何にする？いらっしゃい。だって夏休みだもん。
で1学期は終わりなの。今は終業式やってきたとこだよ。一校は開校記念日が明日だから、他校より1日早くお休みになるんだよ。私、このタイカレーランチっていうの食べよう。私もタイカレー2つ目。ほら、お姉ちゃん頑張っ、ファイトだよ。
私、今転んだよ。めちゃくちゃ痛いよ。でも大丈夫だよ。携帯落としてないよ。ほらね、すごい。全然傷ついてないよ。で、いつにする？何？誰？